こんにちは。ディナー&ディムアメリカ暮らしです。本日はクジラを見に行ってきましたという話です。ちょっとその前にね、このクジラを見える場所へ行く途中なんですけれども、何やらねデモ隊がいたんですね。何に対して何をアピールしようということで大勢の人が集まっているのかというよくわからなかったんですが、よくよく見てみますとね、やはりねノーワクチンって書いてあるので、どうも、ワクチンに反対する人たちのね、抗議集会があったみたいですね。いろんなね場所でこの抗議集会があったということが後で分かりました。ねちょっとねこういうことがあれば反対の人もいれば賛成の人もいますのでね、いろいろ、こういったことが起きると思います。さてね、今日はねお孫ちゃんサッカーの試合の応援で、こちらへ来てるんですが、応援が終わりましてね、ちょうどお昼ちょうど過ぎたぐらいなので、こちら家を出るときにですねお弁当を作ってまいりまして、このいつもねクジラを見に行っているこのポイントビセンテという場所へね、行って、景色を眺めながらお昼でもいただこうかということで今車の方を走らせております。今日もね非常に天気が良くて、ご覧のようにね、太平洋がゴーンと見える本当に素晴らしい場所であります。前回もそうですね、1年前もね、このポイントビセンテについては紹介していると思うんですが、我々ですね大体1年に1回はね、クジラがいるかなということでこちらの方にね訪れています。さてですね、場所の方のご紹介になりますが、我々がいるドーランスからはわずか30分ほどのところにあります。どちらかといえばね高級住宅街、海の見える、非常にね素敵な場所、そのところにある、ポイントビセンテインタープリティブセンターというところで、よくクジラが見えるということでね、結構な確率毎年ここにはねこの時期来ております。でクジラはですねアラスカの方で夏を過ごして、で、寒くなると今度、バハカリフォルニアですね、メキシコの方に移動して、子供を産んでそしてまた帰っていくという、そんなようなね行動しているようなんですね。でここではねそのクジラ、コククジラだと思うんですが、サウスバンドとノースバンド、要するに北に行ったのか南に行ったのかということをね調べている、これボランティアの人だと思うんですけどね、そういう方々がね、双眼鏡をもとにねどの位置に、何頭いるかというようなね調査をねしているんですよ。それをね横で聞きながらね何度の角度のところに何頭いるっていうようなことを話されてるのを見ながらね、そちらの方向へ双眼鏡を当てて潮を吹くのを見るっていうのをね、毎年やっております。これね全然わからないですよね。センサスをやってる方々はねもう何年もやってるベテランの方なんでね、ちょっとした潮を吹いたのでもね見逃さず、何度の位置に何頭いるよっていうね話をされてるんで本当にすごいなと思うんですけど、我々はねそれ全然わかりません。なのでその人たちがね見てる角度を見ながらねあっちにいるらしいっていうことでね、そしてね双眼鏡をね合わせながら、潮吹きが見えるか見えないか程度しかね
まあそんなことぐらいしかちょっとできてはいないんですけれどもね、ちょっとねご覧のところですね、あのボランティアの方々がねちょうど今4人ぐらいでね精査を行っているようです。こちらがね今日の、まあ、結果ということでね、サウスバンドノースバンドで何頭かということが、分かるようにねボードを置いていますし、またねクジラに対しての生態についての、まあ、あの説明もね説明がしてくれます。さてねその横にあるこの公園なんですけれども非常にいい公園でして、今日はね先ほどもお伝えした通りお弁当を持ってきてここで食べようということにしていたんですが、やっぱり、ね、土曜日なんですごい人が多かったですね。やっぱりね COVID-19 の問題もあるので、あのそこでは食べず、車の中の方でねご飯は食べました。そしてね、しっかりマスクをしながら、こちらの方へ歩いてきたんですが、やっぱり非常にね人は多いですよね。まああの休日ですので、ね、多くて当たり前なんですが、まあねこんなように見えるところにあのクジラがいるということで見なくちゃいけないんですけどね、ほとんどよくわかんないです。自分であいたって感じじゃないんですよね。ですからね、先ほども言った通りセンサスの人たちがどっちを見てるかということでね、それを見ながらね、まあクジラを探すということをしております。そしてね、お子さんもねいっぱいこちらに遊びに来ておりまして、まあ食事をここでねしてる人たちとかいろいろいるわけですけれども、いやそれほどね皆さんねもうマスクはされていないですね。まあ、逆にね我々してる方が特殊に見られるかもしれないです。さてねこのねちょうど、真ん中に見える島はこれねマックOSを使っている人は分かってますよね、カタリナ島ですね。ちょうどねその先にねホエールウォッチングの観光船が今見えてるはずなんですよ。でちょうどねその先のね、まあ、ちょっと先に潮がシュッとこう吹いてるのが見えたので、多分その辺にね何頭かいるんじゃないかなと思います。まあねホエールウォッチングもねこのすぐそばのサンペドロという港からね出ておりますがね、それで見るっていうのも一つやり方だし、ここのねポイントビセンテに来て、まあ、双眼鏡で見るというのもねなかなかね簡単にねホエールウォッチングが楽しめる場所としてね、我々は年に1回程度はねここに来ております。まあね、クジラはねティナス大好きなんでね、以前はそのバハカルーニャ、ロスカボスまで行ってねホエールウォッチングを見たりしたこともあるんですけどね、今はねちょっとね COVID-19 の関係で、早々メキシコ旅行にも行けないということなので、このねポイントビセンテに来て、まあ双眼鏡で、ちょっと覗いてみたと、まあそんなことをね、この休日してみました。いや本当にね今日はいい天気ですね。まあね、そんなこんなのねポイントビセンテでありました。ではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。